グエント大会への招待か。フィザントリー邸で開催されるんだな。主催者はモニエ伯爵という人物だ。込むには遅すぎる。自信を持って言えるが、スケリッジの強さは他の派閥に匹敵する。間もなく定番入りするはずだ。どうだろうな。私は昔からニルフガード一筋だが、まだ情報が不足している。リビアのゲラルトだ。大会の告知を見てきた。ああ、会場はここだとも。私はマーティン・モニエ伯爵、大会主催者の代表だ。この大会は単なる趣味の会ではない。我々には大きな目的があるんだ。我が兄の考案した新たな派閥スケリッジを世に広めたい。新しいデッキだと。どうしてそんなものを作ろうと思ったの？私はボークレール中に知られたグエントの愛好家であり伝道師だ。もうずいぶん前に亡くした兄も同じ志を持っていた。兄とはグエント以外にも旅行という共通の趣味があった。共に長い年月を海の上で過ごし見聞を広めたものだ世界中のあらゆる場所へ行ったが、我々の心を掴んで離さなかったのは何と言ってもスケリッジ諸島だ。荒れ狂う波がまるで破滅に突き進むように健全たる崖にぶつかり砕ける、そんな光景が脳裏に焼き付いている。兄もそうした光景に触発されて派閥を考案したのだ。新しいカードについて詳しく知りたい。テーマはスケリッジの精神、つまり怒りに任せた勇猛さ、荒削りで凶暴な美しさだ。名高いスケリッジ人、神話の英雄、狂戦士や怪物のカードが中心だな。派閥のリーダーはもちろんブランテルショックだ。他の有名なスケリッジ人は？まずは絵柄はつながってないが、アンクライト一族のヤルマールとセリス、それに英雄ヘムダール、賢者エルミオン、大勢いるぞ。大会への参加はどこで申し込める？私が受け付ける。今なら一人分の空席があるが、条件が一つある。スケリッジデッキで戦うことだ。実はこれまで多くの熟練のプレイヤーにも同じことを頼んだ。ところがみんな新しいものを嫌い、発展途上のものを楽しもうとしない。勝利ばかりを追い求めて退屈な従来のデッキしか使わないのだ。要はスケリッジのデッキを使い、スケリッジが他の派閥に劣らないと証明するやつが欲しいんだな。そいつがお前の兄のカードを使ってこの大会で優勝するのが理想の筋書きだと。お互いに完全に理解し合えたようだな。このトロフィーを見てくれ。立派だろう。優勝すれば君のものだぞ。悪くない。家のサイドボードに飾れば見栄えがいいな。よし、やってみよう。その新しい派閥で戦う。そう言ってくれると思っていたよ。だが君に渡せるのはスターターデッキだけだ。残念ながら兄はレアカードの多くを人に譲ったかなくしてしまった。もらったカードだけじゃ大会で勝てる目がないと。その問題は簡単に解決できる。この国のグエント愛好家たちと戦って足りないカードを取り戻せばいい。それ自体が大会に向けたいい練習になるだろう。さあ、これが君に渡せるカードだ。持って行ってくれ。残りは私が持っておく。私もスケリッジデッキで戦いたいからな。人は人に価値を与え、怠惰は人を幸せにするの。
爵様はフィザントリー邸へようこそ。忙しいとは思うが、グエントでもどうだ。ウィッチャー、ついに違いがわかるお客が。何をお探しで？スイコズロ？ジナティアの花びら？グエントをする気はあるか？
そもそも。こんにちは。もしかしてグエントがいるか。143で2繰り上がって、ああ北方人のお方いらっしゃいませ。グエントをする気はあるか。
また来たのか。いらっしゃい。どんなご用件かな。グエントでもどうだ。レビオダもここで売っているものは欲しいって言うだろうね。